はい、い、えー、新年明けまましておめでとうございます、えー、今年もですね、まあ、ガンまガあ仕事をして、まあ、ビジネスをしてですね、まあ、ビジネスって言ったらね、ちょっとうさんくさく聞こえるんだけどね、まあ、だけどもう本当ね、やっていくがまが、まあ、生活していく術がね、生きていく術がもうこれしかないんで。 私の場合。はい。なので、まあ、ビジネスとそれを称するならば、まあ、それをどんどん突き詰めてですねで。突き詰める楽しみ。で、それをね、まあ、見ていただいて、まあ、おそらく私みたいな感じでやっていこう、やって、えー、いらっしゃる方とかいらっしゃると思うんで、まあ、そういった方々とですね、なんとか、まあ、今年また1年ね、はい。あの、成果を出していけたらなと思っております。はい。私もね、もう今年45歳になります。ね、これがね、10年。 そうですね私がまあ35ぐらいに巻き戻すことができるんだったら、うん、残りこの10年で、ね、35歳の人ってまあ当然だけど10年で何かこう大きな計画立ててもまだ45じゃないですか私45だから10年足したらもう55ですよねいやなのでねもう本当ね焦ってます焦る年齢的に焦るよ、うん、いやー山中さんまだまだですよとかってね まあ私の,あの知り合いの森友さんに言われるんだけど、まあ、あの方はね、もう51とかかな。それでもね、ポジティブだからね、非常にあの前向きな方なんでね、まだまだですよとかって言ってくれるんだけど、私的にはね、もう結構焦ってる。うん、45だもんだって。なので、まあ、一年一年大事にしてね、まあ、頑張っていこうかなというところなんですが、えー、っとね、まあ今日はね、この商品についての話ですね。はい、商品。 まあ私もあの物販やってますんで、いろんな商品がねまあ在庫としてありますし、日々ね出荷とかやってます。お客さんがいて、やり取りをしてます。うちで扱っている商品っていうのは、主、主、メインはね、メインはまあ人様が作ったもの、他のファクトリーで作ったものをえ私がまあ仕入れて、仕入れるためにはお金が必要。 買って仕入れてそこに何かこう付加価値をつけてで販売するという一応まあそういう前提でやってますはいなのでまあ僕が作ったもんじゃないね僕の畑で作った取れた米とか農作物を売ってるわけじゃない、うん、なのでまあ完全自給自足でいくんだったらやっぱり自分で何かこう作るものを作るっていうのが一番理想ではありますよねで実際に私もまあそういう まあオリジナルの商品っていうのは、まあ、サラリーマン時代からですね、まあ、ちょこちょこと副業としてね副業としてお金稼ぎをさせていただきまして、まあ、その時に吸った甘い汁っていうのが、まあ、自分の中にふつふつとあって、まあ、成功体験っていうのかな、うん、それがあってで、まあ、起業して、うん、でそれでもまだなおねなおまその自分が作ってきたものっていうのが売れてるわけですよなぜかなぜか売れてる。 売れてるっつっても、まあ、そんな大した、あの、ねえ、あの、大金じゃないですよ。ねあの、ご安心ください。あの、まあ、言ってもそんな、あの、普通の会社員の月給には全然届かないですし、先月も、まあ、言ったらどれぐらいかな、まあ、10万円とかね。まあ、そんな程度です。はい。まあ、その程度もいいんですよ。ねそれを、まあ、増やしていけばいいから。うん。増やしていけばいいから。うん。 だから、まあ、収入自体はね、すごく少ないです。10万円とか少ないです。ですが、まあ、やっぱりね、まあ、我々にはやっぱり未来があり、こ、まあ、今年1年ってこう見渡したときにね、じゃあ、どういうことをしていこうかっていうのをね、うん、ある程度ビジョンがしっかりしていったら、まあ、自分の,その、まあ、売れるものとかね、まあ、売った時のその収益っていうのは絶対上がっていくはずなんで、だからね、まあ今年1年、皆さんと一緒にね、頑張っていきましょう。はい、すみません、ちょっとね、あの、 まだあの寝起きなんでね口が回ってないと思うんですけどちょっとまったり、まあ、正月だしねまったりいかしてくださいはいでねあのテーマにありますように、まあ、商品ね、うん、商品、まあ、私は販売の仕事やってますけど、まあ、販売じゃない人でもやっぱり今の時代インターネットでね何かこう商品を作ってでそれを販売しようという まあ今流れにななっているじゃないですか、うんまあ、そうじゃない方もいるけどそうですねまあ私のこのチャンネルに来ていただくおはこじさんとかも、まあ、なんとかね自分のオリジナルの商品っていうのを編み出そうとしている、まあ、ニューボーンフォトでも、ね、ひょっとしたらまあニューボーンフォトっていうのを Amazon とか Google で検索したら出てくるかもしれないけど、まあ、そこはやっぱりおはこじさんならではのオリジナル、ね、ここでしか売ってないというものあそうだねこれ書いときゃよかった、うん、そこでしか売ってないもの うん、でそれを作るというまあそのまあこれからじゃあ自分でねここでしか売ってないものを作っていこうというまあフェーズになった時にそこでまあここに書いてあるように何を基準にするのかってね何がオリジナルなのかっていうのは非常に単純ですそれは簡単もうグーグルとかアマゾンで検索して検索してないものを作るということ、ね、こうやって言ってしまうと簡単でしょで,、Google、で検索したたらら何かっつったら テキスト情報。まあ、基本的にはまあ文字情報ですよね。文字情報。で、えー、あるものかどうか。でよく、まあ、ググれば何でも分かるって言うよね。だけど、ググれば何でも分かるって言うけど、僕がじゃあ、売ってる天体写真の画像処理ノウハウとかね、うん、まあ、神形写真うんぬんとかっていうのさ、あれってさ、ググっても出てこないんですよ。具体的なそのメソッドっていうのがね。 うん、出てこない細かいところとか出てこないし、まあ、そこはやっぱほらオリジナルだから、うん、Google で検索して Amazon だから Google とか Amazon の息がかかってないものですね、うん、Amazon で言うんだったら、まあ、ものものですよこういうものね、うん、皆さんがこれから何か作ろうとしているものが Amazon で大量に安く売っているだったら まあ非常にね、まあ、今後それをビジネスにしていく上で、まあ、チャンスは少ないと思いますし、もしそれで仮に成功しても、もうすでに売ってるものだから、よりいいものがで,で,できてしまうかもしれない。ってことは、やっぱり落ちていく可能性も非常にやっぱ高い。いうことで、まあ、これ YouTube でも一緒ね。動画をコンテンツにするんだったら、無料であるその YouTube で検索して、 引っっかかって得られる情報以上のものを作んなくちゃいけないし、まあ、以上以下っていうよりもそもそも YouTube で検索しても出てこないようなそういう情報をね、まあ、僕だったらやっぱマニアック路線になるんだけど、うん、でそういう情報っていうのを作っていけば、うん、それはやっぱりま商品価値があるということになります。 だから、その、皆さんがこれから売ろうとしているもの、ね、僕がこれから作ろうとしているものっていうのは、商品価値があるのかどうかっていう判断の見極めっていうのは非常に単純で、Google、Amazon、YouTube で検索したときに出てきますかっていう、もうそこだけです。ね、シンプルでしょう。すごくシンプル。うん、だから、まあ、もしね、Google とか Amazon とか YouTube にもす既にあるんであれば、 そこは何かそこにプラスして付加価値を乗せるとか、まあ私で言うと、合戦のモザーエアクロス2とかフィールワールドっていうのはアマゾンでも売ってます。はい。基本ね、アマゾンとかでもまあ結構出てる。だけど、うちのショップで買ってくれるお客さんがいるっていうのは、それはやっぱり何かこうサービスとか、アフターのサービスとか、目で見えないものとか、目で見える何かをこう付属させたりとかね、DVD を付属したりとか、うん、そういうもので成り立ってます。 だけどまあ一番突き詰めるともう全てねもうべてがもうどこにもそんな売ってないし息がかかってないっていうもの Google で検索してもそんなテキスト情報落ちてないっていうものとか Amazon で探してもどこ探してもないってそもそもないってやつそれっていうのは皆さんのまあ頭の中なりアイデア発想に詰まってると思うんですよそれをやっぱ作り出すということになります簡単でしょううん簡単です それはね、まあ、今年ね、安いもんでもいいからやっぱり作っていかなきゃねっていう話になります。まあ、今はね、まあ、本当にあの私の,そのまあ天体なりっていうそのまあコンテンツっていうのは売り上げ自体は本当あの少ないですけど、まあ、今後やっぱり伸ばしていく上でですね、まあ、私も自分の,その脳内とか、まあ、今までで得たその知識経験とかで、まあ、少なからずね、まあ、これは Amazon とか Google では落ちてないだろうっていう情報ってあります。はい。 そういったものを、まあちょっとずつね、まあちゃんと体系化して、で、それを形にして、まぁ、あえー、動画で収録するっていう形になるんですけど、まあテキストでもいいんだけどね、打つのはあんまり好きじゃないから。うん。文章をしたためるっていうのがね、あんまり好きじゃないから、僕は。うん。まあそっちでやっていくっていうのもありだけどね。うん。まあそこはちょっと可能性として考えるとして。まあ私は基本的にやっぱり動画で、まあ映像が好きなんでね、動画の方がいいじゃないですか。 これ多分ね、映像系の方々はまあ多分、まあ、やっぱ動画ってなると思います。はい。天体系の方はね、テキスト。あの字読んだ方がいいっていう方の方が多いんですよ。だから、まあ天体をビジネス、商品にするんだったら、やっぱテキストがいいのかなっていうところもあるんだけど。はい。まあとにかくですね、あの、うちは、ね、この部屋は工場なんだよって思うってこと。ね。工場なんだよって思うこと。もう盲信すること。 そこからまず始まるのかなって思いまして。で、ちょっと言い訳がましいけど、昨年私、まあ、忙しくてね、<laughs> 忙しくてね、忙しいっていう言い訳がもう定番になっちゃってるけど、うん、トラベラーとかさ、トラベラーとかめっちゃ忙しくて、いや、本当に、うん。忙しいんですよ。忙しかったんですよ。 なので、えっと、自分の,その,、まあこのマイルームから、まあ、何かこう一ファクトリーとして何かをプロダクトするってことが全然あの時間避割けなくてで、まあ、その、まあ、言い訳をするながら何やってたかっていうとその片手間で何やってたかっていうと、えっと、着々とです、ね、この動画収録環境っていうのを整えました。 いや、動画なんてさ、別にスマホでも OK だよって言われる方いるけど、まあ、そこはまあ僕のやっぱり映像制作者としてのこだわりがありまして <laughs>、こだわりがありまして、やっぱり汚い画質嫌だから、うんで。そこはやっぱこだわりがあって、ちゃんと収録したいというのがあって、今ね、ちょっとカメラがこっち向いちゃってるけどさ、あのこっちに向けるとね、まあ、かなりあの綺麗にね、ちゃんとセットアップされてます。で、いつでも、 YouTube 動画はまあ無料ですけどね。これ今撮って皆さんあのご覧いただいてる方は無料ですけど、優勝で何かコンテンツ作ろうって思っても、まあ、そこはできるようなカメラがあり、マイクがあり、照明があり、ね。で、まあ、カメラつってもさ、まあ、皆さんもね、カメラ系の方みんな持ってると思うけど、カメラ A、カメラ B、C って何台か持ってるでしょちっちゃいアクション感みたいなのも持ってるでしょでそういうので、いろいろほら撮れるじゃん。撮れる。スマホ以外のものいろいろ持ってるでしょ そういういので取れるからでも商売道具ってもう揃ってるんですよ。でさらにねそこをきっちりやるためにってことで、えー、っとその環境をねなるべく快適にちゃんとシステマチックにやりたいってことでその準備ばっかりにすごい時間かけてました、まあ、昨年はね。まあニトリにも何回も通ったりとか、まあ、こうやって机もね6万6万5,000円とか出して買ったりとかさやってた。うん、なので、まあ、ようやくね、まあ、それがと整ったかなっていう感じです。 ですので、まあ、ここのね、えー、どういう商品を作るのかっていうところに関しては、まあ、Google とか Amazon とか YouTube で売ってない、落ちてないもの。はい。まあ、ここはやっぱり一つの、まあ、選定、選定というか、方向性を決めるその判断基準かなって思いまして。はい。<laughs> まあ、あのー、やっていきたいと思います。はい。ちょっとゆっくり、あの、今日はね、あの雑談したいと思いますので。 でえっと、私の場合はその、まあ、特技っていうのは、まあ、やっぱりあの天体写真の画像処理とか、まあ、あと、うん、映像の編集はね苦手です。編集嫌いだから映像の編集とか嫌い、うん、ショートカットとかもそんな知らないしあの、うん、プレミアっていうものを使ってますけどいや編集で何か。 商品出すっていうのは今のところないですね今後猛勉強したらまたちょっと話違ってくるけどただカラーグレーディングについては商品価値があると思ってて、うん、でそこでまあグーグルなりアマゾンとか YouTube で検索してあ、うんこういうことは言ってないなってさすがに僕がこれ言おうとしてることはどこにも情報落ちてないなってものがあったらそこはやっぱり自分のやっぱり価値としてね、うん、オリジナルの何か価値として 天体写真なんてもうね価値の宝庫で僕なんかあのその画像処理とかね、まあ、そういったものっていうのはもう本当自分しか持ってないって思ってるから、うん、自分なりのその画流の画流ではありますけどねそこはどんどん、まあ、今後出していくということになります皆さんもあるんじゃないですか まあすでにね、Google、Amazon、YouTube とかで網羅されてる、情報とかいろんなものが網羅されてる中で、それでもなお、いやそんな僕が今までこう、培ってきた知識、ノウハウとかっていうのを、まあ、これで今検索しても見たことがないというようなね、そういうものないですか。も、ま、の、あ、でもいいですよ。まあ、作り物だったらなおさらですね、自分で作った完全オリジナルの何か工作なり何なりっていうものが、まあ、Amazon で当然売ってないですしね。うん、そういったものは、 まあお金、まあ、金額っていうの、料金、いくらって設定して、で、販売することができるとはいいうこと。もちろんね、あの、ググったりとか、まあ、検索して、出てくるもの、まあ、テキスト情報だったら、テキスト情報 A、B、C、D ってね、でそれを寄せ集めて、で一つのまあパッケージングして、ねパッケージ、パッケージにして、で、それを販売するっていう手もありますよ。うん、それで実際に、まあ、 おそそそらくでですすけどそこそこは売れるんじゃないですかねただ私は、まあ、それはやりたくなくてやっぱり人様からお金取る以上、まあ、自分のオリジナルでありたいっていうのがあってはいそうだからもう、まあ、すでに市場でも流れてる情報だったらあ,あもうそれは価値がないんだなっていうふうに思う僕はねうん、まあ、もちろんねそうやってあの情報を全部こうまとめるっていうのも一つの,あのサービスだと思うんで でそういった形で攻めたい方はそれでもいいと思います。はい、ただね、まあ、基本やっぱり市場に出回っているものっていうのは、まあ、いずれねなんだろうそれがどんどんこう大きくなってった時に、まあ、脅威となる自分の、まあ、せっかくこう販売したものがこう並列でね並列でずーっといった時にこっちが大きくなっていくとこっちが落ちていく自分のやつが落ちていく可能性があるんでね。うん、なのでまあできればね完全オリジナルでありたいなって。 いうとなのでまあ私の場合だったら取りは何かなって考えた時にまあ天体の画像処理スキルでありまあその映像でいうと、まあ、2つありまして、まあ、1つはっとカメラワークジンバルを使ったカメラワークが1つでもう1つはカラーグレーディングと、はい、いうものを出していくとで出していく上でもさそのターゲットをね初心者に絞るのか まあ、もしくは上級者に向けるのかっていうところがあるじゃないですか、うん、でそこについてもやっぱ分けられる、うん、商品をまあ2つに分けられるで初級編とまあ上級編という形基礎編と上級編という形を分けられるでそれをまあセットにしてちょっと安くするっていう形にもできますしね一、はい、つ何かこう、まあ、自分が秀でてるものがあったらそれを本当基礎にかみ砕いたものを一つで本当にあにガチでねものすごいマニアで マニアな人も納得するような情報っていうことで1つ2つできるんですよそこもポイントねでセットにしてって、うん、5,000円5,000円2つで、まあ、本来だったら1万消費税で1万1,000円なんだけど、まあ、2つセットだったら9,000円ですよって税込みで9,900円ですよっていうこともできますでやっぱり、まあ、ここのテーマにあります グーグルとかアマゾンでちょっとでも引っかかってきそうなものはやっぱり価値が低いってね価格をつけるときに価値が低いって思った方がいいですそういうものはまあねテキスト情報で ABCD って寄せ集めのパッケージで何か売るんだったらそこはやっぱ価格はねそんなに高く設定したらいやそんなんググったらわかるしって言われちゃうから思われちゃうからそこはやっぱもう単価下げるしかない うん、いやこれはもうオンリーワンだなっていう思う情報とかものだったらそこは単価上げてもいいいと思いますだからまあそうですね情報に世の中どんだけ出回ってるのかっていうそのボリュームで言うんだったら映像っていうのはよりそのボリュームが大きいその天体に比べてボリュームが大きい層がすごく広い世界中でみんなやってるからね、うん、だからいろんなあのコンテンツが落ちてます。まあ、それを和訳して 日本でこう和訳してコンテンツとしてこうやるっていうのも手なんですけど、はいまあ、いずれにせよねあの市場の規模がでかいからだからまあ天体に比べたらやっぱ単価安いのかなって思いますし、うん、で天体についてはやっぱりすやってる人が少ないから、うん、だからそんなに情報も落ちてない、うん、だからまあ情報を、まあ、何かね仕入れようと思った時にこれから天体始めようとかさ天の川撮り,撮りたいとかね 思っったににやっぱ情報に飢えてるわけですよそこについてはしっかり単価を設定すればいいと思います。うん、まあだから映像コンテンツで5000円だったらこっちは天体コンテンツはまあ,まあ7000円なり1万なりね。そのまあ尺によりますよね、うん。でこたちになります。はい。まあそういう考え方でまあ今まで一貫して私はまあものをまあ作ってきました。 まあね、今はもうだいぶね、当時と比べて、まあ、収入がもう落ち着いちゃってる、うん。もうこれ以上落ちることないと思う。これ以上落ちることないと思うけど、まあ本当月10万とか、うんまあ、その程度になってしまいましたけど、一時はすごかったですよ、もっと。うん、もう本当だから、えっと、安い車買えちゃうぐらい、うん、っていう感じになるんですよ。だからそれをボン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 出していくと。 適切な価格設定しなくちゃいけないしあ妥当だなっていうふうに思わせなくちゃいけないしよくね情報商材とかで世の中でググったらさいくらでも落ちてるような情報をね情報をめっちゃ高く売ってるとかっていう、まあ、そういう話も聞くじゃないですか。でそこはやっぱりあの何商品を作って売るということは別に詐欺でも悪いことでもないんですよ全然。 ただ、そういう人がいるっていうことで、ついつい、あの、ひとくくりにして、まあそういうものは詐欺まがいだとかっていう印象を持たれるんですけど、そこはやっぱり作り手としてしっかり目を養おうよということ。だから、商品作る上で、その Google とか Amazon にありますかって。で、ここまず一つですね。で、その市場規模がどれぐらいの、まあ、で、情報がどれぐらい回っているのか、出回っているのかっていうところで、まあニッチな業界なのか、そうでもない。 あのもっとねあの、まあ、ジンバルよりも例えばそのドローンだったらドローンの方が規模が大きいじゃないですか、うん、でそういうものはおそらくですけどもうすでにいろいろあるいろいろノウハウとか落ちてるだから単価さ下げざるを得ないとかね、まあ、そういう形になりますイメージ的にはねはいなのでまあ私が取ってるのは本当に戦略かなって、うん、思っています 他にいないから天体写真で、まあ、今後ね、まあ、ビデオっていうのを通じて何かをこう作っていこうとかまあビデオでもね映像制作でも、まあ、カラーグレーディングとかそとの撮り方とかね撮り方っつってもさ1本だけじゃないようん車の綺麗な撮り方とかね車の業者さんとかは高級会社とか扱ってるじゃないですかああいうのって1台売れたらすごいでかいからねなるべくやっぱりなんだろう綺麗に 見せたいお客さんに綺麗に宣伝したいというのがあるじゃないですか口でなんぼ言ってもさ、ね、カタログ見せても、うん、やっぱ届かないものがあるでそこはやっぱ映像で届けましょうって、うん、でこういうノウハウがあるんですけどどうですかってのはだからそのハウツーを売るってことですね撮り方を売っていくってこともちろん自分がカメラマンとしてねフィールあの、まあ、現場に出てねカメラマンとしてやるっていうね手もありますよねでそれはそれで、うん、そっちはそっちで稼ぐ だけど、まあ、自分のその得たそのカメラマンとして得たそのスキルっていうのを車はこういうふうに撮るんだよってね一、1その1こうだよその2こうだよとかっつってさできるでしょ体系化今までのさカメラマンのそのねあの知識とか経験でね、うん、でそこはもうまとめていく体系化していくでそしたらカメラマンだけじゃないからそういう業者さんで家を売るねメーカーさんとかまあ いろんなその大きなお金が流れてるようなところっていうのはまあそれで例えばさ1万円のまあ取り方って言ってねこういう機材が必要ですこういう取り方でやればき車きれいに取れますとか家きれいにインテリアきれいに取れますとかってやったら安いもんだから1万円なんて。だってさ日頃そんなねあの高級車とかでさ外車とかだったらさ1,000万とか2,000万とかのやつがこう売れるわけだから大きなお金が流れてる中での商品なんでね。 1>, 1万円なんて全然安すぎるぐらいですそう。とにかくまあ何かしらの形で、まあ、<laughs> このまあ自分の家なり、まあ、家あの自分のマイルームなりがその生産工場であるんだよっていうね、はい、ファクトリーなんだよっていう、そこをまず妄信することですよ。妄信したら、いや、工場にしちゃちょっとね、設備がだめだなって、設備がなってないなって、だってここ工場なんでしょうって。 どうやって、じゃあ仕入れするんだとか、ねあの、制作するのか、品質チェックするのかとかね、うん、っていう話になってくる。で、一工場だと思うといい。で、そのためにはやっぱり、あ、設備が足りないなと思ったら、設備投資するしで、僕もだからニトリ行ったりとか、まあ、いろんな何やかんやで、まあ、改造してきた。カメラ機材はもちろん、まあ、収録もね、この今、まあ、音声ね、気に入らないんですよ。まだ気に入らない。 映像とかは別にもういくらでも高画質にできると思うし光なんて別にそんなおしゃれにしたいとかって気持ちないから僕はうんかっこよく見せたいとかっていうのはないからもう最低限の自分のこう明るさにして肌の明るさにしてっていうのはもう十分できると思ってるからそこも別に問題ないしうん音声だけ音声に気にならないんですようんなぜかわからないうまく撮れないっていうのがあってまあだけどまあ商品にするにはもう十分な最低レベルは多分 達成してると思うんだけどね。あとはもう自分の変なこだわり、変なこだわりだけの話で。でそこは別にこだわってたらもう時間ばっか無駄なんで。うん。だからもうできる。うん。もうできるんですよ。うん。まあ、スマホでもできるぐらいだからで。スマホではやりたくないっていう、うん、変なこだわりがあって。うん。あとはもう、まあ、一ファクトリーとしてそこを出していくというところに、まあ、時間を突っ込んでいくということでいいんじゃないでしょうか。はい。 今はね、もう本当あのー、コンテンツももう本当4、5年前ぐらいの、何年前だ僕がいう DVD 系出したのは4、5年前かな。うん。いまだにね、まあ、まあ、それぐらいの売り上げは、まあ10万とかね、まあその、それぐらいの売り上げはあります。うん。まあ収入のね、その規模、割合としてはやっぱ小さいですけど、まあ今後やっぱりね、1年間でね、まあ、そこを、その、 そのオリジナルオリジナル商品の比率をさ、うん、上げていく、うん、上げていくっていうことここはね、まあ、今年、まあ、チャレンジ目標にしたいところではありますはい皆さんいかがでしょうか何かありますかアイディアねはいね o グーグルやアマゾンとかね YouTube に、まあ、その皆さんが売りたいものっていうのは置いてますかっていう、うん、そういう話ですね、うん で、量産していけば、ね、コンビニじゃないけど、まあ、何から何まで揃ってると。カメラで言ったら、カメラのもう a to z 全部揃ってるとかね。うん。で、そうだね。まあ、さっき車の話だけど、車の取り方これです。家の取り方これですって、こう、小分けにして、こう、いろいろこう、商品にしていけるから。はい。うん。だから、どんどん増やしていけるということい。一本で終わらないということ。はい。で、次にですね。ちょっといいですか。次にですね。 その収益をねゼロベースで、まあ、もう一遍組み立て直すという考え方ね、まあ、これはちょっと余談になるんだけどまあ今までさその、まあ、僕はまあ基軸っていうかそのベースがジンバルの販売でしたねあ販売でしたというか過去系になっちゃってるけどジンバルの販売ですでこれをベースにして、まあ、その他のこう枝葉っていうのをこう加えてるわけじゃないですかうんそうだから今あるその所得っていうのが まあ、いわばその期待値になっちゃってる、ね、ジンバルの売り上げで、まあ、月々これぐらい入ってくるだろう今後も得られるだろうっていうねもう既存に得ているその収益もうずーっとコンスタントに得ている収益、ね、あの今流行りの,の既得権益とはちょっと違ってさ既得権益じゃなくて既存でもうすでにコンスタントに頂い,いてるお金、うん、でこれを何だろう いや考え方としてはですよ考え方としては一旦ゼロベースにしてしまう別にあの廃業するとかやめますとかそういう意味じゃないからね、うん、一旦ゼロベースにリセットして、うん、でそこから新たなビジネスっていうのを、まあ、再構築していくっていう考え方ね、うん、もういっぺんまた気づき直すということ再構築って言葉私すごく大好きなんですよ再構築 特にこのの再再構築っって再びってびいう言葉が好きなぜかっていうと作り上げるね再び、うん、再び作り上げるってどういうことかっていうとその裏には一旦崩すんですよ一旦崩してねバラバラに分解してでそれをまた組み上げていくということになるんで私ねこの言葉好きです、うん、今皆さんがもらってる、まあ、所得収入ね私がもらってる所得収入、まあ、それぞれあるでしょうけど 会社員の方は除外します。会社員の方っていうのはそれゼロリセットできないでしょ。毎月もらってるその固定のサラリーっていうのゼロリセットできない。それやるにはもう退職するしかないから。そうじゃなくて、もう私みたいなそういう立場の方で、まあ、今あるあのコンスタントのものがありますよね。で、それをまあ今後も得られるだろうって、そこにしがみつくっていうのがね、足かせになっちゃうんだよね。新しいことをやろうと思ったときに、チャレンジしようと思ったときに、そこがね、足かせになっちゃう。 今までこんだけ得られたんだから、今後もこれぐらい得られるだろう。得られなきゃ困るって。もらわなきゃ困るってしがみついて、期待してしがみつくと、そこにばっかり時間を投じること、時間とか労力を投じることになっちゃうんで、そこはやっぱりね、次へのやっぱ進化、進歩につながらないということになります。ですので、まあ、7掛けとか6掛けになってしまっても構わないという気持ちで、うん、まあ、新たなものを構築していくと。 いう形になります、はいまあ、これもう全部精神論精神論ねイメージとしてはもう本当は一例ですけど、まあ、新たにね例えば年間ちっちゃいもの、まあ、年間300とか400万ぐらいの売り上げでなんとか、まあ、12で割るとさ、まあ、月々230ぐらい230から3 4 0ぐらいをなんとかこう構築できないかなっていう小さいビジネスモデルとか商品商品というのを設計してですね 商品つってもさそんな年間3 0 0百0 0つったらさ、まあ、相当高額なものになるけどだけどさいやそんな高額な設定できないっていうんだったら数増やしていけばいいじゃないですか数増やしていく自分の売りたいものってもっとあるでしょうって増やしていくうんでまあとにかくね小さい事業を作るということそんなさ何千万とか1億儲けとかそういう話じゃなくてうん、うん、そういうものを作っていくということになります でそれをやるためにはねやっぱりまあ作く時間とか労力っていうのがまあそれなりにかかってくる。うん、のでまあそのロス分ですね時間を新たなものに投じる時間ね投じるそのまあ労力時間っていうのがどうしてもロスとして発生するんで今まで自分がやっているまあこれ今後もやっていくんだけどジンバルなり何な,なりっていうね既存の仕事っていうのがちょっとおろそかになってしまったりとか。 いやもちろんあのお客さんとのやり取りとかね、まあ、その最低限のところっていうのはやりながらも、まあ、ただ、新規でね何かのこうプロモーションより積極化していこうとかってなったときにいやそこについてはちょっと抑えるっていうね、うん、そういう意味ね、うん、でそうするとそっちに持ってかれる新しいやつに持ってかれるから、まあ、そこはロスになってしまうと、うん、金額換算するとわ、まあ、かんないけど例え,ば、ね、例えば年間まあ1000万でも100万でもいいんだけどロスになってしまってもそこはもう構わないと。 いうまあ割り切り切が必要ななんかなって新しいことにチャレンジするんだったらね今まだ何もそういうことやっておられない方はこれからもう白紙でスタートするって方はまあこういう考え方必要ないですすでに今何かの仕事でコンスタントに稼いでてそれで何か追加していこうってなった時にやっぱりまあ例えば月に100万円もらってるんだったら100100100 100 100 100ってきて 同じく100、100、100、100って続けながら、あの、プラスしていくっていうのはまあ難しい。で、一旦凹ませなくちゃいけないっていう、そういう意味ですね。うん。だからまあ一番下に書いてあるけど、人間やっぱ飛び上がるためには、一旦こうしゃがんでっていうのが必要になってくる。うん。でそこだと思います。はい。でそこはまあ、あのー、まあ何かこう商品開発をする、設計をする、開発する、ね、製造をする、うん。上での、 まあ初期投資のね、うん、まあ、時間だっていうふうに思ってですね、はい、やっていただけたらと思います。はい。まあ、とにかくですね、まああのまあ、商品って言ってもね、まあ、私なんかも物販でもいろんな商品扱ってますし、まあ、相当な数とかも扱ってますしね、でそういうのに加えてですね、まあ、よりその商品ラインナップを増やして、よっちゃん商店としてね、よっちゃん商店としての品揃えを増やしていくということ、 そこがやっぱり大事になってくるのかなと。今後ね。より大事になってくるのかなと。あれなこれ。関係ないな。はい。いうことになります。はい。なので、まあちょっとまとめますと、その商品というのはね、まあ Google とか Amazon とかに置いてないものを、まあ作る。これが一番やっぱり理想で、まあベストだと思います。はい。<laughs> はい。まあそんな感じですね。 まあ今年一年ですね。うん。まあ、よりね、あの、このビジネスというのをチャンスをつかんでですね、皆さん、あの、共にね、頑張っていきましょう。はい。そんなわけで、本日はですね、商品は Google や Amazon にないものを作るという話をさせていただきました。今年もね、一年間、あの、どうぞよろしくお願いいたします。はい。以上になります。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。